ベルリン北部線とは、ドイツ連邦共和国の首都ベルリンのベルリン、ボルンホルマーシュトラーセ駅から、ブランデンブルク州を経て、メクレンブルク=フォアポンメルン州シュトラールズントの、シュトラールズント中央駅に至る、全長 222.6km のドイツ鉄道の路線である。今日では長距離列車及び地域列車は、ホーエンノイエンドルフ駅からベルリン外環状線に入り、ベルリンリヒテンベルク駅方面に向かう。ベルリンボルンホルマーシュトラーセ駅ホーエンノイエンドルフ駅間は S バーンのみが運行されている。ノイシュトレーリッツ中央駅からは、ロストック方面に向かうノイシュトレーリッツバーネミュンで線が分岐する。19世紀半ばからベルリンから北に鉄道を敷設する計画は存在し、ベルリン北部鉄道株式会社がプロイセンとメクレンブルクシュトレーリッツの双方から鉄道敷設の免許を取得したが、財政的理由により1875年12月15日に解散した。最終的には、プロイセン政府が鉄道を建設することになり、1877年7月10日には、ベルリンオラニエンブルクノイシュトレリッツ、ノイブランデンブルク、同年12月1日には、ノイブランデンブルクデミン、翌1878年1月1日に、デミンシュトラールズントが開業した。ベルリン側のターミナル駅は当初エバーズバルダー通り、現在のマウアーパルク付近にあったが、貨物専用であった。旅客列車はパンコー地区にあるボランクシュトラーセ駅発着であった。19世紀末には旅客列車はインバリーデン通り付近のシュテッティナー駅発着に変更された。1912年までに近郊線と長距離線ゲズントブルーネン、フローナウ間の線路が近郊線と長距離線に分離され、同時に連続立体交差化された。1926年にはフローナウ・ボルクスドルフ間も同様の工事が完成した。1925年にゲズントブルンネン・オラニエンブルク間が直流電化され、この区間は後にベルリン S バーンの一部になった。1950年にはシュテッティナー駅は北駅に改称された。1961年8月13日にベルリンの壁が建設されて、フローナウ駅ホーエンノイエンドルフ駅間が廃止されるまでは電化設備は存続していた。ベルリン北駅の長距離線は1952年5月18日にすでに廃止されていた。壁建設後は S バーンのオラニエンブルクホーエンノイエンドルフ間は孤立した区間になった。1961年11月にホーエンノイエンドルフブランケンブルク間にベルリン外環状線に沿ってS バーンの電化路線が建設された。フローナウ駅への路線をはじめ S バーンの西ベルリン区間は1984年1月9日に東ドイツ国鉄からベルリン市交通局に移管された。当初は運休していたが、1984年10月1日に運行が再開された。1985年に行われたS バーンの線路の修復工事で長距離線の復活は困難になった。ドイツ再統一後の1992年には、フローナウ・ホーエンノイエンドルフ間が復旧し、オラニエンブルク駅への S バーンの運行が再開された。2013年までに、ビルケンベルダーノイシュトレーリッツ間の最高速度を時速 160km に引き上げることで、ベルリン、ロストック間の所要時間を短縮することが、決定された。同時に、ヨーロッパにおける統一列車制御システムであるETCSが採用が決定された。工事は段階的に進められ、最初の区間として2007年11月にレーベンベルクグランセ間が完成した。ダネンバルデフュルステンベルク間は2009年3月から11月、グランセダネンバルデ間は2011年7月から翌12年8月にかけて工事が行われた。2012年9月10日から翌13年6月9日に、オラニエンブルクノイシュトレーリッツ間の工事が行われた。ナッセンハイでレーベンベルク間の湿原地帯では7200本の区域礎が下層土深くに打ち込まれた。次の区間として、オラニエンブルクナッセンハイで間が2017年から高速化される予定である。オラニエンブルクフュルステンベルク、ハーフェル及びノイシュトレーリッツ間の工事は2019年から2021年頃に延期される見込みとなった。ありがとうございます。